ダイカー赤は、クジラ玉、ヒズメメウシカに含まれる赤。サハラ砂漠以南のアフリカ大陸最大種は、古式ダイカーで、体長115から145センチメートル、体重45から80キログラム。体型は丸みを帯び、下半身が発達する。脳頭外よりも、顔面頭外が、わずかに大きい。サバンナダイカーを除き死ゆうともに、直線的な角があり、角は、 次回よりも小型。目は大型。目と鼻の間に一列に並んだ小型かつ、複数の周線がある。眼下線の開口部周辺には、体毛がない。粉担にある体毛で覆われない板状の皮膚が、唇に接する。胆脳がない。死は短い。第2.5指跡のひめは小型。乳頭の数は4個。分類は、MSW3 をもとに、和明和に従う。 ただし、MSW3 にて、オギルビーダイカーにおそらく含む、にてオギルビーダイカーの足として扱われていたシー、C ブルックは、独立種として扱わず、ハーベイダイカーは、MSW3 で赤ダイカーの足として扱っているが、独立種として扱う。主に森林に生息するが、サバンナダイカーはサバンナに生息する。単独、またはペアで生活する。飼育下での観察例から、 眼下線を物にすりつけて縄張りを主張すると考えられている。ダイカーはアフリカンス語で英語のダイバーと同義で危険を感じると茂みに逃げ込む習性に由来すると考えられている。植生は植物食傾向の強い雑食で主にこの葉を食べるが茎、樹皮、芽、果実、昆虫、鳥類、小型哺乳類、動物の死骸なども食べる。繁殖形態は耐性。 一回に一頭の幼獣を産む。生息地では食用とされることもある。森林伐採による生息地の破壊、ブッシュミート用の狩猟害獣としての駆除などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。